たまには社畜の皆さんが作り上げた綺麗な夜景をイチャコラしながら見たいですね。はい、どうも英語です。今回はメンテ明けということで、また新しい武器が出ましたね。女神の魔人機2、これがまたねぶっ壊れなんだよね。びっくりしちゃった見て。とりあえず魔晶石の販売の価格を変えたみたいな。何の意図があるんだろうねこれね。46個セット3000円で158個9800円にした。どういう意図があるんだろうね。ちょっと気になるなこれ。46個3000円か。50個3000円とかにできない。50個あればね、10回ガチャ回せるじゃんね。ダメなのかな。158個9800円、160個にできなかったのかな。わかんないな。なんで、何の意図があるんだろうねこれね。ちょっとわかんないけど、なんか作戦があるんだろうとは思うんだけどね。まあいいや、あんまり課金しないだろうしね。この魔人機がさ、なかなかなんだよね。奇想のさ、ガーディアンのこいつ、よく見てみるとさ、極盾とかさ、インビ終了のお知らせなのかなっていう感じするんだよね。でもこれ、低欲はどうなんだろうね。なんか微妙な感じがするんだけど。ね、ネーデウスとかね、他のグラムとかの方がいいような気がするんだけど、わかんないな。でもガッツ効果は2回って言ってるしな。わかんないな。魔剣ね、魔剣は僕わかんないから、まあいいんじゃないかな。まあ適当なんだけど、まあ 1100% と、で、ユリ属性だと400で、敵全体に対して 200% って言うと 1700%。 何言ってるのかよくわかんない。まあね、正月になる頃にはまあ 2000% ぐらいになってんじゃないのかな。そういう武器が出てきそうな感じがするんだけどね。もう出てんのかな、よくわかんないんだけどさ。次はガチャっすね。ガチャ、ハズレ武器相変わらずひどいね。本当にひどい。他の属性バンバン入ってるもんね。あれ、闇の特選ガチじゃなかったっけみたいなさ。ね、いろんな色が入ってるよね。毎週毎週詐欺臭いガチャありがとうございます。補助にもならないゴミばっかだもんね。びっくりしたよ。もうちょっと補助になりやすいのもハズレ武器にしてほしいよね。どうすんの。次はガーディアンのボックスガチャ。伝説ラインナップの極盾は全部欲しいかなって感じで、このね、女神2、まあ漢字では前の女神とインビを足したような感じだよね。だからまあ、使いやすいっちゃ使いやすいかもしれないね。持ってると、だから極盾は生きるね、これ 見た感じでは。だ多分なんだけど、先進の基礎は死んじゃったのかなっていう感じはするよね。まあ取れればいいなと思うけど、まあなかなか取れないんだろうね。なかなか出づらい。まあ最初は出づらいからね、こういう武器はね。結構前はね、前の女神でもなかなか出なかったからね。今回もまた出ないんじゃないかな。エンドコンテンツをやりたい人向けの武器だからさ、まあ別にいいかなって感じする。そこそこ遊ぶんだったら別にね、なくても大丈夫だから。エンドコンテンツやりたくてしょうがないっていうさ、そういう人、まあちょっとプライド高い人は、まあ買えばいいんじゃないかなって思うよね。次はデュランダル。まあ伝説ラインナップがね、ちょっとねあれだけど、
ハズレ武器、うん、相変わらず、うん、いらねえよ。第一さ、デスペでさ、全体攻撃できないのさ、全体攻撃のさ、武器撃ってる時点でおかしいんだよね。うん。はい、イザナミ。イザナミ？うん。まあ、俺はまだ持ってないんだな。欲しいなと思うけど。うん、でもな、他はな、ゴミなんだよな。うん。ボクシンなんてね、うん。今使う、うん、まあ、グランのクエストでね、ちょっと使うかなぐらいだよね。うん。ウサギのやつ。あいつぐらいじゃないかな。次は魔剣、魔剣ね、うん、魔剣か、うん、なかなか魔剣もリーフもね、あのゼウスとか女神とかいろいろ持ってないとできないからさ、うん、なんかやる気はなくすね、うん、まあお金持ちだけできればいいんじゃないかな。火力さんは本当にかわいそうって思うよね、うん、新しい武器が出るわ出るわ出るわでさ、うん、リミットも上がる上がるわ上がるわみたいなさ、ちま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 上げやがってさ、うん、全然遊ぶ暇がねえっていうさ、うん、いやもう本当お疲れ様ですって感じだね、うん、相当ね生活水準高くないと厳しいジョブだと思うよ。武器出るたんびにさ、あのボックスガチャで武器を買わなきゃいけないじゃん。もう相当生活水準高くないと無理な職業だね。うん、俺には無理だ。うん。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。